このレッスンでは、ハイパスを使ったシャープ化の適用について解説します。はい、それではですね、今サンプル画像が開かれていますが、えー、このですね、ブロックのこの境界線の部分なんかちょっと曖昧な感じですね。はい、ではこれをシャープにしようと思うんですが、今回はハイパスを利用して、これをです、ね、シャープにしてみようと思います。では、まずこの元のレイヤーを右クリックして、レイヤーを複製します。 はい、そしたら複製したレイヤーをさらに右クリックしてスマートオブジェクトに変換しておきましょうはいそしたらですねこのレイヤーに対してフィルターのその他のハイパスを適用するわけなんですがハイパスをかけた後ですね、えー、この色の影響なく純粋にですね明るさの部分だけを適用したいので描画モードを 軌道にしておきます。はい、じゃあこの状態でフィルターのその他のハイパス、これを実行します。はい、そしたらですね、この半径を変えていくとですね、この半径の変化がですね、アンシャープマスクでの半径の変化と同じような感じになってますね。はい、この数値が小さいと、 割とこのエッジがですね、細く選ばれている感じですし、これを広げていくと、エッジの部分が太く選ばれて、全体の見た目がですね、変わっていくと。そのような作用になっています。じゃあですね、えー、数値をちょっと25ぐらいしときましょう。はい、そして OK します。はい、そしたらですね、えー、次にこれをですね、シャープとして適用するんですが、この 部分ではなく、このスマートフィルターのですね、ハイパス。これのここのオプションですね。描画オプションというのがあるので、これダブルクリックで開きます。そうすると、ここにも描画モードがあって、これはですね、このレイヤーに対してではなくて、フィルターがどのような描画モードでかかるかという設定になっています。では、このですね、ハイパスのかかり方を、 リニアライトにししてみましょう。そうするとはいこんな感じになりましたはいこのようにレイヤー自体は輝度で重ねておいて、えー、下にですね色の影響が出ないようにしておいてそしてハイパス自体をですねリニアライトでかけることによってこのようなシャープさを得ることができますそしてこのレイヤーをですね不透明度変えていくとこのシャープの度合いを変えていくとこのシャープの度合いを 変えることができるるというそんなな形になってるわけでですねではさらにこれがですね独立したレイヤーになってるのでここに対して例えばトーンカーブを作ってこのトーンカーブをこの下のレイヤーにクリッピングしますそうするとこのですねシャープのレイヤーだけにトーンカーブが効くのでこのように例えばコントラストを調整するとシャープさの度合いを変えることができる。 よりエッジの部分を黒く引き締めた感じにしたりですね。このような調整ができます。はい。そしてですね、これ全部スマートフィルターなので、この時点でハイパスの度合いを変えてやるということもできます。もっとですね、半径を小さくしてやれば、エッジの部分だけにさりげなくかかっていきますし、さらに強くですね、全体のコントラストも上がるようにかけてやると。このように選ぶことができます。 はいえー、単一のですね、フィルターでかけるよりも、このように、レイヤーの組み合わせ、そしてさらに、スマートフィルターにすることによって、そのフィルター自体のですね、書か,かり方も、描画モードを変えたり、微調整したり、えー、そのように書けてやると、よりですね、えー、細かく柔軟なシャープ化の作業が行えます、えー。こうした手法もですね、ぜひとも覚えておいてください。